白雲の章、天魔の説、深淵の玉座。ファーガスの北の地は吐く息も凍る寒さに包まれ、アドラステアの南の海でさえ冷たい風が吹きつける。空から天魔の羽とも見まごう雪が舞い落ちると、フォドラの首飾りは真珠より白くなり、険しい喉元をさらに険しくするのである。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。5000円は変わらず、給料上がんねえな。レア、話してくれ。君は私に何を隠している？あの者の姿は何だというんだ？あれではまるで。ですから、今言えることは何もありません。今節の終わりにジェラルトの日記を読んだ。彼の部屋で偶然見つけてね。日記には彼がここを出て行った理由も記されていたよ。火災で死んだとされていた赤子、それがあのものなんだろう。彼は君が赤子に何かしたのだと気づき、ここを出て行くと決めたんだ。君は赤子にあのものに何をした？まさか禁忌に触れるような行いは。セテス、間もなく人が来ます。これ以上はやめてください。私はあのものを聖母へ連れて行きます。そこで私の望みは達せられるはずです。幼い頃、私はあそこで確かに彼女の声を聞いたのですから。入りなさい。待っていましたよ。あなたは死より力を授けられました。ならばまず訪れるべき場所があります。聖母に行き、主の啓示を受けなさい。啓示、何の啓示を受けるんだ？聖母は女神の眠る場所。この大修道院はもともとそれを守るために建てられたものだ。限られたものしか知りませんが、聖母にはセイロスにまつわる伝説があります。かつて女神より力を授かった聖セイロスは聖母にて啓示を受けたというのです。フォドラの民を救い導くため、その力を正しく使うようにと。かつてセイロスに与えられた主のお言葉はきっとあなたにも下されるはずです。聖母に赴くといい。なぜ君がその力を得られたのか分かるかもしれん。聖母にて主の啓示を受ける儀式を行います。あなた方の学級に与える今節の課題です。本当、課題ってその場で決められるんだな。なぜ課題に？セイロスが啓示を受けた際、その傍らには聖戦士らが控え見守っていたといいます。あなたに導かれ共に戦ってきた生徒たちは儀式の場に立ち会うにふさわしいはず。もちろんセイロス聖教会の主長として私も儀式を見届けるつもりです。危険はありませんか？聖母は封じられた神聖なる地、案ずることはありません。仮によからぬことが起きようとも、私とて己が身を守るくらいはできるつもりです。いろいろと変化もあったが、君の役目は変わらない。儀式まで気を緩めず、生徒たちを教え導くように。ちょっと待って、誰だった？ヒルダか。ヒルダ、まあ花は送っておきますか。じゃあ、ハンネマンの誕生日、それはどうでもいいや。ミカミックスがソティスと融合し、始祖の力に覚醒したことにニルバーナの資格を獲得しました。え、そうなの？あれ？
クラスチェンジ。なんだか不思議な気分だな。ニルバーナにクラスチェンジしました。あ、マジで。なんか俺勇者になるとか言ってたよね。何のために斧を鍛えてたんだろう。てかニルバーナどれ、初級とかではないっしょ。上級でもないし、最上級にもいないよね。あれどれだ、現在の兵種ニルバーナ。女神の加護を受けし聖者、全体的に高い能力を持つ、魔法が使える兵種。回復魔法とか使えるかね。で魔法とかどんだけ覚えてたっけ。魔法使えるようになればね、一応2までの遠距離攻撃だったらできると思うんだけど、だけど上級職の勇者を目指して斧鍛えてたんだけど、じゃあいっかも、まあ、専用職だから、まあ専用職でいきましょう。ディミトリーもなんかロード専門職っぽいからね。で15日の来週が赤いマークがあるんで、そこはまあ出撃会にするとして、今日はまあ例によって散策会からやっていきますか。もうソティスの声は聞こえない。てかさ、主の啓示を受けろって言ってたけどさ、ソティス融合しちゃったからね。全員が喜ぶ。じゃあまた温室から回収していきますか。収穫して桃すぐり、玉ねぎとかアンブロシア。アンブロシアってなんか上がるやつだよね。そろそろレベルが上がりそう。今回の散策でレベル上がるかな。上の方とかすげえいっぱいあんな。もうあんまり貴重じゃないんだな。ここら辺の下のやつを使っていこう。育成もコップンでいきましょう。で音質はこんなもん。あといるとすればシャミアか。ちょっと勧誘してみる。どこにいる、いた。やたらと長生きするやつがいたり、髪の色が変わるやつがいたり。ホドラってのは人外魔境か。英雄の遺産もあるしな。ホドラの外では違うのか。どっからどこまでホドラなの。知りたきゃ行ってみるといい。おすすめは帝国よりさらに西だ。おすすめとかあるんだ。スカウト。あんた随分と頑張っているな。何、少し興味を惹かれてね。もしよければ手伝ってやろうか。課題や生徒たちの仕事をだ。協力を要請する。それじゃこれからよろしく頼む。騎士団の任務がないときはいつでも平気だ。一緒に活動してくれるようになった。やたらと長いホドラって。教員研修、槍弓、いやいいや。なんかさ、一般の生徒をさスカウトするより先生スカウトする方が楽なんだけど。こいつ何してんだ、なんか漁ってるぞ。落とし物が多すぎる。じゃあちょっとまた象のところに行きますか。名声どれだけ溜まったっけ。合唱もね、指導力上がるからね。ちょっと職人。何変えようか。1400ポイントでしょ。じゃあインデハの5000ポイントを捧げて、よし終わったぞ。で次どうするかだよね。ちょっと剣術からやっぱり上げていくか。でちょっと毎回毎回同じになるけど、食堂行って料理長で料理作って、メルセデスちゃん。てかここら辺のさやつって料理ってどうやって作るんだ。そもそもこっちで作るのかな。オーダーメニュー、これで作るの。なんかあった。牛肉とトマト、ガルグマグ風ミートパイ。やる気はみんなあるからな。ちょっとやる気のない人をあげていこう。結構みんなやる気あるね。
マリアヌちゃん久々に誘うか。メルセデスちゃんとか嫌いなんだこれ。あとカトリーヌ先生でも呼んでみる。すみません、私なんかと食べても楽しくないですよね。そんなことないよ。好きなものを食うと気合が入るね。よし、この後一勝負といくか。ビターなひととき、今日のメニューもやってみる。まあ、いっか。メルセデスちゃん結局わからん。無難にまたヒットポイントでいきますか。お菓子づ、そうね、いや料理の効果が上がらないからね。なんか最初の方は結構ヒットポイント3とかでもかなり貴重だったけど、散策行動力が増えた。副官の人数が増えた。よしよしよし。今副官1人しかできなかったからね。基本的な戦闘はもう生徒たちだけでいっぱいいっぱいだから、副官にしてねレベルを上げていかないといけないんで、ちょっとメルセデスちゃん話しかけよう。どこにいる？メルセデスちゃんってさ、いつも誰かと話してるよね。女神様から力を授かっただなんて、やはり先生は特別な方だったのですね。もしやセイロス様も啓示を受けた後は先生のように姿形が変わったのでしょうか。私の知る限りだとそういう話は聞いたことがないけれど、伝承や神話に語られていないだけでそうだったのかもしれないわね。セイロス様にはその力を正しく使い民を救い導けと啓示が下ったそうですが、先生にはどのような啓示が下るのでしょうね。なんか結局はさ、神の使いっ走りじゃんそれ。贈り物だけしておきますか。じゃあまあ無難なこれ全員喜ぶやつ。あらあら嬉しいわ。よし、ではあれ、ここなんかある。こっちか。先生。あ、カトリーヌが話したがっている。さっきの食事で評価が上がったからかな。なんでもね。何が？なんでレア様はあんたなんかを特別扱いするんだろうな。体格も平凡だし、特別美形でもないし、どこにでもいそうな若造じゃん。まあ、あんたが腕のいい傭兵だったってのは疑っちゃいないけどさ、それはシャミアのやつだって同じだ。けど、あんたほど気にかけられてないよな。そもそもだ、騎士団じゃなく教師に抜擢された時点で特例すぎるしな。そう言われてもわからんよ、俺だって。わからん。レア様のお考えが私には全くもってわからんね。天帝の剣だってちょっと使えたからって簡単に預けていいもんじゃないはずなんだ。伝説の遺産だぞ。そんな大事なもんをあっさりあんたに託すなんて、やっぱりあれか、ジェラルトさんの子供だからか。セイロス騎士団の元団長にしてフォドラで随一の傭兵だった人だ。短い間しか一緒に働けなかったから実力を見る機会がなかったが、強かったんだろ。よくわかんねえな、そんなに強くなかったよ。おいおい、あんたが分かってないだけじゃないのか。怪人ジェラルトといやフォドラで知らない者はいないんだぞ。もしもあんたが単なる親の七光で幅を利かせてんなら納得いかないが、レア様に限ってはそんな理由であんたを優遇はしないはずだ。あんたなんか隠し事があんだろ。そうじゃなきゃ説明がつかない。決めた。私はあんたを監視してレア様が気に入ってる理由を探る。それが私にも真似できることなら
あんたの真似をすりゃ私も。万が一悪どいことをしてたんならあんたを消せる。それはそれでよしだ。支援レベル C。 まあ少なくとも髪の毛を変えないとダメだね、俺に近づくのであれば。あとはそうだね、教員ハンネマン先生からまた魔法を習うか。ニルバーナは魔法も使える兵種らしいから、ちょっともうマリアンナちゃんマジで口説ける自信がない。ハンネマン先生どこだっけ、毎回分かんなくなるけど。ここは騎士団長。え？こいつここにいるの？あ、セテスの部屋だからか。フレンって何？セテスと同じ部屋なの？ここジェラルトの部屋だっけ？で、ここがハンネマン。君は一体何者なのだね、本当に。その姿形は炎の紋章のせいなのか？残念ながら。ネメシスの髪や瞳の色が変わったなどという記録は確認できない。君の変化が紋章の力の一端であるというのであれば、これは格別な発見となる。さあ脱いでくれ。脱いでくれっていやすまない、体の他の部分に変化がないか見たかっただけなのだ。あれ、そういやハンネマン先生もスカウトできんの？スカウトしないけど教員研修しましょう。黒魔法、いや全然わからんわ。これ一回しかできないからね。君は残念、君のこれはいやだよね。行動力でもそれなりにあるからな。マヌエラ先生からもちょっと教えてもらおうか。誰がどこにいるんだかわからん。ローレンツとかはどうでもいい。あ、これが修道士か。とんでもない1年だったな。そうだね、そういえばそろそろ1年も終わるね。てか1年で卒業みたいだからね。マジでマヌエラ先生どこだ。あなた、あ、いた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 。聖母ねえ、ガルグマクの地下にそんなものが。何年もここに勤めているのに初めて知ったわ私。でもわからなくはないわね。だって不思議だったもの。ポドラの中央とはいえこんな山奥よ。わざわざ修道院を築く理由がないわ。それにしてもこの修道院ができた頃はまだ王国も同盟もなかったのよね。よくぞ帝国、王国、同盟のちょうど間、ど真ん中になったものよね。で、教員研修。こっちの魔法を覚えていくかってか、マジで。全然ダメだ。他。あれ、レア様って何教えてくれんだっけ？一応行くか。こうやってコツ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 やっていくことが重要だね。まあ俺大体月1回しか散策してないけど、月2回とか散策すれば。何も心配することはないのですよ。あなたは主の力を授かったのですから。父ジェラルトの死を乗り越え邪悪な敵を滅ぼした。そんなあなたを私も誇りに思っています。ありがとうございます。あとは聖母で儀式を行えば全てうまくいくでしょう。レア様めちゃくちゃ上機嫌だね最近。じゃあちょっとこの魔法いきましょう。 OK、 D プラスサンダー。まだまだ学ぶことは多い。で、あと1か。じゃあ最後に歌いますか。っていうかさ、悩み事を最近全然聞いてなかったわ。久々に悩み事を聞きに行くか。目安箱。この士官学校にいると紋章の力や貴族の立場に、偏って鍛錬を怠るバカがいる。稽古をつけてやるといい。
回答に満足しています。僕が催す茶会では赤いバラを飾るのが恒例。たまには違う花を飾ってみるのもいいと思う。何がいいだろう。え、全然わかんない。白い百合。回答に満足しています。なぜ理由はわからん。アネットちゃんもやる気はマックスではない。マネラ先生もマックスではないから、この2人を誘うか。ダメね。これなんか結構いろいろ上がるよね。さて、じゃあ散策を終えましょう。指導方法、久々に自分でやるか。結構任せてたからね。で、ディミトリーはそう、剣を上げてるんだけど、剣の方が上がってきたね。まあ、ロードだから士気は B プラスでしょ。まあいいか、剣上げていくか。剣装備させてないけど。今後の糧としよう。剣術よ。何事こん実りあり。パーフェクト。ありがとう。こんでフェリックスはそうだよね、弓とかも上げたかったんだよね確か。完全に剣一本にしてるからな。ちょっと弓上げてこう。お前のしおんおんやつかんだ。でアッシュは完全に弓一本でいいよね。やとて上がるかな今回で。あと2回。おパーフェクト。上がんなそう。でシルバン、シルバン飛行を上げたいんだよな。ドラゴンナイトにしたいからちょっと飛行を上げてこう。こっちこうで D プラスか。もう一回いける。でメルセデスちゃんは、まあ、理学と両方鍛えてるから、あとはいえこっちが先だな。パーフェクト。グッド。でアネットちゃんはだいぶ理学が強くなってきてるから、こっち進行。いいね、めっちゃパーフェクト。でイングリッドちゃんは行動力が足りませんと。まあいいか、これで。じゃあちょっと待って、グループ課題どうなってんだっけ。馬術か、飛行。ちょっともう一回飛行に変えよう。シルバンの飛行能力を上げたい。オッケー。質問だ。クモやムカデは点でダメなのに、カマキリやハエは平気なやつがいる。どちらも同じ虫だろう。この差はどこから出てくるんだ。え、知らねえ、そんなもん。虫の中でもかなり種類が違うんだ。十分すぎる答えをもらった。これめちゃくちゃ上がんな先生。あれ、あ、変更するかとか。スナイパーを目指す。いや目指さねえよ。フェリックス、お前どうしたんだその気の変わりようは。ディミトリー先生、この間は助かった。ぜひ今度食事でもおごらせてくれ。男と二人で食事なんか行きたくねえんだけど。いや大したことしてないよ、楽しみにはしてないから。いや、お前の指導は素晴らしかったと思う。さすがは教師だな。俺も長く剣を学んではきたが、お前の傭兵らしい剣は俺にも新鮮だったなあ先生、ずっとお前に尋ねたいと思っていたんだ。先生は初めて戦場に身を投じた時から平気だったのか。敵を殺すことが。何かを思う余裕はなかった。そうか。ディミトリーは？もちろん平気ではなかった。
何年経とうともそれは変わらない。俺が初めて将として戦場に立ったのは、西方で起きた反乱の鎮圧に赴いた時だ。そう厳しい戦いではなかったし、敵の訓練も十分ではなく、士気も低かった。軽く槍を振るえば敵兵が倒れ、剣を振るえば道が開けた、そういう戦いだった。なんで反乱起こしたの、そんなんで。反乱？ある地方貴族が父上の亡くなった隙をついて王権の奪取を図ったんだ。反乱軍の首魁を討ち、反乱は鎮圧された。あれは戦後処理の最中だったか、ある兵士の死体が握り込んでいた首飾りの中に女の紙束が入っていた。娘か妻か恋人か、はたまた母親のものだったのかはわからない。だがその瞬間に、俺たちが敵とみなして躊躇なく切り捨ててきた相手が俺たちと同じように生きている人間なのだと思い知らされた。もちろん無闇な狼藉を働く者たちを放置しておくわけにもいかないんだが、俺たちは自分の正義を振りかざして誰かの家族や仲間を奪っている。割り切ってはいるが、それでも時々自分の行いの罪深さに足がすくむ。うん、そう感じることもある。安心した、先生もそうなんだな。その先生、正直なことを言わせてくれ。初めて会った時のお前は敵を殺すことに何の考えも抱いていないように見えた。人を殺して眉一つ動かさない人間を俺は心の底から信用することはできない。だがこうして言葉を交わすうち、お前はそういう人間ではないと分かった。今はお前を心の底から信頼している。これからもよろしく頼む。B か、めっちゃ上がった、やる気が。おう、私シルバン頑張れ。お前をドラゴンナイトにするために。ええ、もっと経験を積まないと。うまくなってきたみたい。リカバー、なるほど、こうして扱うのですね。そうか、イングリッドちゃん斧を鍛えてたんだっけ。さて、じゃあちょっと出撃を見て、このフリーだよね。で2個か、あれ今だってもう1月、いや2月じゃん。あれ2月の22までってことはこの2つやんなきゃダメじゃん。もう、え、22は出撃できるってことか。じゃあちょっと出撃会、15日と22日は出撃会ということで、じゃあ今回の散策会はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回、出撃会をやっていきたいと思います。